せいたしました。大変お待たせいたしました。こんばんは、ありがとうございます。お待たせしました。本当にすいませんね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。嬉しい。はい、今日でやっとね成人しました。この前成人式は行ったんですけど、やっとね3月生まれってことでやっとですよ。ありがとうございます。たくさんのお祝い、ツイッターとかインスタとかでもメッセージありがとうございました。今日はねちょっと夜遅くなっちゃったんですけど、いろいろなんか皆さんにメッセージをずらっと書いたんですけど、それでちょっと遅くなっちゃって、昨日の夜に書いておけばよかったんですけどすいません。だからちょっとまたちょっと時間だったらそれを読みたいなって思います。あー、たくさんありがとうございます。メッセージコメントか、ありがとう。あのね、そう嬉しいね、ありがとうございます。今日もあのメンバーと会ったんですけど、お祝いしてもらいました。みんなあの夜に、夜っていうかその15日になった時にメッセージ送ってくれたり、なんかプレゼントもくれたりして、すごい嬉しかったです。いや、20歳って早いなってすごい思う。めっちゃ早いよね。早いのか分かんないけど、ギフトもたくさんありがとうございます。じゃあ一回ちょっと読んでいこうかな。てんちゃん、タワーありがとう。二十歳の私もよろしくお願いします。てんちゃんありがとうね。ゆきぴょん、タワーありがとう。二十歳の私もこれからもよろしくお願いします。ゆきぴょんありがとう。みっつー、みっつーありがとう。ありがとう。二十歳もよろしくお願いします。ありがとう。あおい、あおい、ありがとう。これからもよろしくお願いします。二十歳になりました、ありがとう。チョコミント、チョコミントさんありがとう。たま、よろしくお願いします。これからも二十歳もよろしくお願いします。今井、てるちゃんありがとう。よろしくお願いします。二十歳応援お願いします。そう、あの12時になった瞬間にみんなからリプ来て、動画とかも写真とかもすごいありがとうございます。とてもありがたく、あの全部見てる。あのちょっとこの家帰ってきてからちょっと書くの書いてたから見えてないけど、全部見てます。ありがとう。葵、2本目ありがとう。よろしくね、これからもありがとう。石原くん、石原くんありがとう。20歳の私もよろしくお願いします。ケーキはね、あ、ケーキね、いちごケーキではないけど、なんかいちごのスイーツを食べに行きました。ちょっと今ね乾燥がひどいんです。花粉かな、花粉だと思うんだけど、花粉で乾燥がひどいんだよね、こことか。エマ、エマちゃんありがとう。ありがとう。二十歳の私もよろしくお願いします。ありがとう。カズリンチョ、タワーありがとう。嬉しい。これからも二十歳もよろしくお願いします。ありがとう。皆さん本当にギフトありがとうございます。とてもありがたいです。今日は何分までやろうかな。45分目安までやりますね。ちょっと短いけど、だから、まあ、30分ぐらいにはこの皆さんへの私の気持ちとかお話ししようかなって思います。それなので
なのでそれまでちょっとギフトとかコメント読ませていただきたいと思います。ゆういちありがとう、ありがとう、二十歳の私もよろしくお願いします。ありがとうね、ありがとう。まやちゃん、まやちゃんありがとう、ありがとう。二十歳の私もずっとよろしくお願いします。ありがとう。稲城さん初投稿ありがとう。稲城さんこれからもよろしくお願いします、頑張ります、ありがとう。金ちゃん、あすごい、かける6も、すごい、ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しい。金ちゃんこの前もありがとう、これからも見ててもらえると嬉しいです、ありがとう。待ってます。また二十歳になってやりたいことは、やりたいこと、なんかやっぱ抱負とかやっぱ聞かれるじゃないですか。それで結構考えたんですけど、なかなか難しいですね、抱負って言われると。だけどなんか今結構なんだろう、そうですね、自分にできることをもっともっと見つけていきたいなと思いますね。なんか資格とかも取ってみたいなって思うし、だからそういうお勉強とかもしたいし、ちょっと特技とかねもっと作っていきたいなと思う。そう、山並さん、山並さんタワーありがとう、これからもよろしくお願いします、とても嬉しいです、ありがとう。マサルさんタワーありがとう、これからも見ててください、二十歳になりました、ありがとう。ユーチュフ、ユーチュフありがとう、これからもずっと見ててもらえると嬉しいです、ありがとう。ユーチュフ、あまたいっぱいありがとう、本当にとっても嬉しい。二十歳頑張ります、変わらず頑張れますので見ててください。うん、あんま気になんない、よかった、ちょっとお水飲ました。あと個別握手会申し込んでくださった方ありがとうございます、本当に。あのね、まだ、あもう3時受付終わっちゃったね、お音が。結構会場も増えて時間も結構長くなったので、まだまだ皆さんお待ちしておりますね。あの5月、これ本人が言っていいのか分かんないけど、え本人言っていいの、生誕の話って、生誕いつやるかとか、私まあ言われてはないけど、なんかファンの方が教えてくださってるんですけど、生誕のことはあんま言わない方がいいのかな、自分。花丸、あ花丸ありがとう、ありがとう、いつもありがとう、これからもよろしくお願いします、ありがとう。あ深川さん、深川さんありがとう、二十歳になりました、見ててください、これからも。あ花丸いっぱいありがとう、3本だね、いつも本当ありがとう、ずっと見守っててください、ありがとう。あいいのね、結構みんなツイッターで広めてくださってるみたいで、生誕が5月の19日の3分終わりだっけにやってくださるんですよね、あれそうかな、そうだよね、そうなので、ぜひ皆さんとお会いできたらなと思います。あの私からもありがとうございますって直接伝えられたらなと思うので、よろしくお願いします。あ4分終わりですね、すいません間違えました。デニギバ、弟さんありがとう、ありがとう、これからもよろしくね、ありがとう。皆さん本当にギフトいっぱいありがとうございます。痩せた？そう、ちょっと痩せたかもしれない。あの痩せたっていうか、そんなちょっと太っちゃってて、最近
今日お母さんにあれ痩せたみたいな言ってもらえたから痩せたのかもしれない。イエイ。あ、でも本当に全然心配しないでください。本当にカズッキー、あ、カズッキーありがとう、たわありがとう、今年もずっとよろしくお願いします、ありがとう。あ、みっつん2本目かな、ありがとう、みっつんありがとう、今年の春も一緒に楽しもうね、ありがとう。あ、今バースデー歌ってくれたの、リサとアンナが、ありがたい。ありがとう、お二人とも嬉しい。ありがとうございます。二十歳か、早いね。でもすごい年齢的にはすごい上に見られることが最近多くなってきて嬉しいです。なんか今まではすごい、あの、なんだろう、あのロリとか言われたりもしたことあるし、なんかすごい幼く見えるねってめっちゃ言われてたので、そんな大人って思われる日が来るとはね。え、まさゆき、まさゆきさんありがとう、たま今日もありがとうございます。これからも二十歳もよろしくお願いします、ありがとう、ありがとう、本当に皆さん。でも私やっぱまだ内面が子供なんだなって思う時がすごくあるから、徐々にね大人になっていきたいね。 TK ミリネ、あ、ありがとう、今日も嬉しい、ありがとう、これからもずっとよろしくお願いします、ありがとう。お、一斉さん、あれ間違えた、違った、翼、翼くん、ありがとう、今日もとっても嬉しいです、二十歳もよろしくお願いします、ありがとう。杉、杉ちゃんありがとう、嬉しい、やっと二十歳になりました、これからも頑張るから一緒に人生歩んでいきましょう、人生歩んでいきましょう、ちょっと違うね、よろしくね、ありがとうございます。ギフトもコメントもたくさん、今日多分人生20年生きてきて一番おめでとうを言われた日です。今までで一番言われたと思う、それだけたくさんの方に出会って知ってもらったなって思います、嬉しい。絶対さ、この配信でみんな泣くと思ったでしょ、私絶対思ってるよね。でも泣かないから今日は今日は笑って終わりたいな。でも絶対感動して泣いちゃうからちょっと抑えめでいきますね。すぐ泣くからね。みんな知ってるでしょ、すぐ泣くことは。花粉がひどいよね最近。そう、嬉し泣きだよ。まあ泣いてないけどまだ。あの、すごいね、嬉しい。じゃあ一回メッセージ読もうかな、皆さんに。なんかね、結構長いんだよね、多分結構長い気がするし、なんかめっちゃ、なんだろう、重い、重いっていうか、うん、皆さんがどう感じるかわかんないけど読ませていただきたいですね。あの、手紙って言うと恥ずかしいから、あの、メッセージってことにしてください。あんま変わんないけど、恥ずかしいから。私結構携帯のメモをよく使っていて、なんか
自分が思ったこととかを書き留めるんですよね。なんか書き留めないと忘れちゃうというか、その感情は忘れないんですけど、なんかやっぱ書き留めておかないと消えちゃうので書くようにしていて、それを、まあ、見返しながら今の気持ちも含めて書きました。でちょっと今から泣きそうなんで、ちょっと一回タイム、一回タイムね。絶対泣くからダメ、泣きたくない、今日は泣きたくない。はい、まあフェレットタイム、フェレットタイム寝てるんだもん今。まあ今大丈夫だと思うので、じゃあ読みますね、メッセージ。いきまーす。皆さん、メッセージ、動画、写真などたくさん、早い、ちょっと早いよ。大丈夫だよ。早いよね。早くない？ちょっと待って。本当にちょっと待って。早い。うん、大丈夫。泣きません。はい。仕切り直し。皆さん、メッセージ、動画、写真など、本当にたくさんありがとうございます。とっても嬉しいです。読んでいると涙読んでいると涙が溢れてきました。誕生日は待って、ごめんね、ふざけてないよ、ごめんね。誕生日は照れくさいから配信をするか迷っていたんですけど、気持ちは言わないと伝わらないと思うので、感動泣きなんで、これは嫌な涙じゃないです。はい、伝わらないと思うので、拙い言葉ですがお伝えします。イコラブが始まってから約1年、こんな環境で活動させていただけるとは思っていなかったので、ごめん、めっちゃ止まって、ちょっと本当に早くしてって思うよね、ごめんなさい、悔しいです。ちょっと待って。はい、こんな環境で活動させていただけるとは思ってなかったので、すごくありがたいし幸せなことだと感じています。今までは、待って、これスクショしないでくださいね、この顔は、泣いてる顔だけはお願いします。今まではいつも一人でいるのが好きだったけど、イコラブのみんなと出会って仲間って
いいなって思いました。そしてそしてたくさんの方に出会えたことすごく嬉しいです。やっぱり離れてしまう方もたくさんいます。でも自分に関わってくれた人のことはずっと大切で忘れられないし、今応援してくださってる皆さんのこともずっと大切にしたいです。アイドルって普通に生きていたら出会うことのなかった人に出会えてすごく素敵なものだなって感じますし、私はアイドルの活動が大好きです。昔の自分は踊れなくて歌えなくて喋れなくて自分の見せ方すらわからない、そんな自分が悔しくて、今もよく泣くイメージがあると思うけど、何年か前は毎日泣いてました。だから今まで歩んできた道が今の自分を作ってるんだなと実感しています。よく人気になったねとか言われるけど、そんなこと全然なくて、SNS とかあまり感情を出さなかったり気持ちを伝える機会をあまり作れていなくて、みんなに伝えていない気持ちもたくさんあって、今やっとたくさんの気持ちも伝えています。と見てくれてる人のこともすごくわかるし、あまり表に出さないけど応援してくださってる方がいるのもちゃんと分かってます。これからも皆さんのスタイルで見ててくださると嬉しいなって思います。みんなが喜んでくれると嬉しいし、悲しんでると悲しかったり、こうやって同じ思いを共有しながらいろんな景色を皆さんと見ていきたいです。本来なら自分のために使うものをイコラブのために、私のために費やしてくださってること、とてもありがたく思っています。家族もすごく応援してくれていて、いろんなことを経験させてくれました。父は本当は違う道に進むはずだったけど、私の気持ちを汲み取って自分の好きなことをしなさいってすごくバックアップしてくれています。母はすごく活動を見守ってくれていて、私がいろいろ言われるのを、嫌なことを知っているので、私がちょっとわからなくなってしまった時に的確なアドバイスや意見をくれます。そして今日も美味しいものを食べさせてもらいました。もう二十歳なので中身も大人に近づけるように頑張ります。不器用でこれからも誤解されてしまうこともあると思うし、すぐ泣いてしまうこともあるかと思いますが、ライトが消えた自分らしく活動していきます。これからもよろしくお願いします。めっちゃ顔やばい。めっちゃ顔やばかったね今。すいません。終わりです。なんか
顔やばい顔やばいよね絶対。私こんな号泣するとは思ってなかったの今日の配信だってこの文章だってちゃんと笑顔で読むつもりだったんだよ。なんかすぐ泣いちゃうねちょっと待ってお願い隠させて、ね、絶対これスクショ上がってるよね顔もういいよ。なんかなんかまだ多分書ききれてない思いとかもあると思うんだけど、うん、というか、まあ、自分の話とかも多かったけど伝わったかな。ごめんねこんなダメ、ごめんねって言っちゃいけないね。今日は本当にありがとうございました。はいはい、ありがとうございますやだ恥ずかしくなってきたやだ恥ずかしい恥ずかしいけど、だでも願い教えて誰か。えねやだ、え大丈夫ええよかったね。え本当にやだ危ない、本当にびっくりした、ちょっとやめて何にって感じだけど、よかったです。でギフト投げてくださったこと本当ありがとうございます。んーとこれ消えちゃってるかな、消えちゃってるとかないかな。消えちゃってるとかないかな。消えちゃってる気がする。ちょっと今表示されてる方読ませていただきますね。タワーで、そうなんかさ、あの誕生日僕タワー光るじゃないですか誕生日って、だからそれにしたかったんですけどちょっとよくわかんなくてできなかったやりたかったな。ゆきぴょんタワーありがとう。ゆきぴょんちょっと顔がありがとう、ゆきぴょんこれからもよろしくお願いします、ありがとう。へい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 、ありがとう。へいへい、これからもよろしくお願いします。二十歳になりました、ありがとう。あ、ゆうちゅす、ゆうちゅす、ありがとうありがとう、これからも見ててもらえたら嬉しいな、よろしくお願いします。本当にちょっとあの読めてないタワー立ててくださった方いたらちょっと教えてもらったら嬉しいな、教えてほしいな、多分消えちゃった人とかいると思う。本当ありがとうございます皆さん。はい、ということであのお手紙、結構お手紙じゃないね、メッセージ、メッセージちょっと泣いてて聞こえづらい部分もあったかと思いますが、ありがとうございました、聞いてくださって。もう時間だ、教えてにゃーさん、消えてないタワー今ので大丈夫かな、今読んだ方で大丈夫かな。うぅ、はい、おっちょっと待ってびっくりした、よいしょ、今日いいスクショないでしょ絶対いいスクショないよね
ありがとう。ズームイン、あ、ズームイン、ありがとう、たま、ありがとう。これからもよろしくね。ありがとう、本当に。ありがとう。いや、本当に恥ずかしい、どうしよう。本当にさ、泣いちゃって恥ずかしい。じゃあ、またお会いしましょう。お、くまちゃんもありがとういっぱい。くまじゅう、あ、ゆえちゃさん、ありがとう、ちょっさん。ありがとね、いっぱい。本当にありがとう。感謝です。すごい嬉しいです。ありがとう。じゃあ、ひとまず、あれかな？ランキング読もうかな。ごめんね、ギフト消えちゃった方いたら、本当たくさんありがとうございます。すべて嬉しいです。コメントも本当に顔が埋まってる。本当に悲しい。顔が、はい。じゃあ一回タワーじゃない、あのランキング読みますね。やばい、もう時間がない。いくよ。13位、まさゆき。まさゆき、ありがとう、まさゆきさん。13位、まさゆきさん、ありがとう。12位、今井てるちゃん、ありがとう。てるちゃん、ありがとね。12位、ゆういち、ゆういちくん、ありがとう。これからもよろしくね。11位、ゆういち、ありがとう。10位、ジェニギューバー弟。弟さん、ありがとう、今日も。これからもよろしくね。9位、TK、ミリニャ。TK、あ、TK さん、ありがとう、今日も。これからもよろしくお願いします。ありがとう。8位、稲城さん。稲城さん、8位、ありがとう。嬉しいです。これからもよろしくね。ありがとう。7位、ゆきうさぎ、ゆきぴょん、ありがとう、今日も本当に。これからもずっとよろしくお願いします。ありがとう。6位、6位、みっつ、ありがとう。ずっとずっとよろしくお願いします。これからもありがとう。ありがとう、本当に。5位、かずりんちょ、かずりんちょ、ありがとう。かず、これからもよろしくね。ありがとう。4位、葵、ありがとう。これからもずっとよろしくお願いします。ありがとう。3位、ゆうちょふ、ありがとう。これからもよろしくね。頑張ります。2位、はなまる、ありがとう。これからもよろしくね。ありがとう、本当に。1位、きんちゃん、ありがとう。とても嬉しいです。20歳も頑張ります。ありがとう。はい、ありがとうございます。皆さん、ライトがもう寿命です。ちょっとランキング反映されてないかもしれないけど、たくさんギフトありがとうございます。見てます。じゃあちょっとそろそろ終わらなきゃいけないので、また明日夜やると思うので、まだ時間はね、わかんないけど、お時間ある方ぜひ見に来てください。ありがとう。じゃあまた、おやすみなさい。今日はちょっと恥ずかしいな。いつもありがとうございます。また明日からもよろしくお願いします。バイバイ、バイバイ。